この18歳成人の問題っていうのはこれ何揉めてるんですか。そ、まあ、世界的にね、まあ、もう18歳成人っていうのはほぼ、まあ、ディファクトであると言われていて、うん、日本だけまだ20歳であると、うん、で、まあ、まあ18歳に、うん、18歳にすればと思うんだけど、うん、結局まだその法制審議会で中間報告でもにも入れられないと、うん、何が争点なんですかこれは。日本人はまだ成熟が遅いんです。一口で言えば、あの18歳から20歳、まあ、18歳19歳の人間は責任を取れるような存在に育っていないっていうことが最大の異論なんですよ。で、例えば、あの例えば消費契約年齢、つまり責任を持って契約したとみなされる年齢が下がると、うん、悪徳業者に狙われるとかですね、あるいは自立もできないくせに親が保護する義務をですね負わなくて済むようになりますので、その生きる力のない人間たちがフリーターやニートになってしまうみたいな議論がねもっぱらですけど、で実際それを裏打ちさせる、するデータっていうのもあって、実際にこの当事者年齢18歳19歳の人間たちに聞きますと、あるいはそれ以下の高校生に聞いても同じなんですが、18歳成人に反対する世論がこの若者、この当事者世代で圧倒的なんですよ。いや、7割8割が嫌がってるわけで、まあ、いくつか調査があるんですけどね、ってことはつまりこれは面白いですよね、うん、つまり当事者世代がその成人化に伴う18歳成人化に伴う、うん、責任を負いたくないと言ってるってことですよね、うん、であるいは例えば18歳成人化 の、 その先進国標準の最大の、うん、焦点はやっぱ政治参加のチャンスが与えられるということなんですよ。投票権の問題に絞られて議論がされるんですけれども、だから逆に言うとですよ、あの18歳成人にしてくれっていうその当事者連中は投票権をくれというふうに言う、それが一番大きな正当性の源泉なんですが、そういう論点ってほとんど日本の場合前面に出てこないんですよ。だからそれは今の話、先ほどの話と同じでね、当事者たちがそれ要求してないんですよ。うん、若い自分たちにも政治参加のねチャンスを与えてくれっていうふうに言う声はもう圧倒的に少数で、うん、むしろ逆に俺たち政治のことよくわからないのに、いらないって言ってんだ、投票権なんかいらないよ、めんどくさいよって感じ、うん、いらないって言ってに無理やり やるべきかどうかって議論になっちゃってるわけ ですね、うん、なのでどうも18歳成人化は今の日本の現状では時期尚早ですよね、明らかにね。で、うんうん、どうぞ。いや僕はね18歳成人説なんです、昔から一貫して、うん、今も変わらないんだけど、ただ今の状況を見るとやっぱ18歳成人化を成し遂げるための前段階としてのやっぱ一定のキャンペーンとかその市民総合のコミュニケーションによるですね、やっぱ寛容が必要ですよね、うん、こういう状況で、ね、成人化をするとそのほら見たことかみたいなですね、あのネガティブキャンペーンの材料になることが噴出する気がしますね。やっぱりダメだったってことで20歳とかに戻しちゃうんだったらやらない方がいいしね、うん、なるほど、まあ、定説言われてたことっていうのはもともと自民党政権っていうか、自民党っていうのは、まあ、年上の方の人たちの方が支持者が多いから、ねうん、下に下げる有権者年齢を下げることは自民、まあ、政権与党に不利に作用するからできないんだって言われてたんだけど、うん、例 の、 あの小泉、うんまあ、ポピュリズム以降は、うんどうも場合によっちゃそれも一部入れ替わったりしてて、ね、若い人たちが、まあ、自民党の、ね、都市部の若い人たちが自民党を支持するっていうような傾向が出たんで、うん、逆に18歳の措置ができたのかなと、うん、でそれを見越したかのようにですね、あの例の国民投票法でしたっけ、うん、あれが、まあ、来年の何月だっけ、来年の、うん来年の5月、ごめんなさい2010年の5月ですね、うん、2010年の5月に例 の、 あの国民投票法っていうのが施行されるんでですが、国民投票法は18歳以上に投票権を与えているから、うん、それまでに他の法律もまあ格好つきで必要な措置を講じると、うん、だから、まあ、要するに18歳に下げるべしだっていうことを言ってるのに、でそれをまあ見越した上で今2008年の12月に、まあ、とにかく10年の5月までしかないから18まで下げなきゃって言ったんだけど、まだ入り口まで立てないと。そうですね、うん、ジモさんのおっしゃったことが実はポイントなんですよね、うん、つまり政治参加要求から問題が出てきたというよりも、もともとそういう運動をしている人はそうだったんだけど、うん、今回の話が出てきたのはポピュリズムを
有効化するために、投票可能年齢を下げるっていうね、目論見がやっぱり明らかにありましたよね。ですね、まあ、この丸劇でもやりましたけれども、民主党よりも自民党の方が都市の無党派層あるいは若者の不動票を支えているようなですね、人たちをベースにしたポピュリズムによって支えられていることが、まあ、統計的には明白なんですよね。だからそうすると、まあ、ただ麻生なんかをね首相に積んでもそういう流れなんですけどもね。でそういう意味ではむしろ今自民党がこういう方向に、コミットしやすいし、あるいは後期高齢者医療制度を、まあ、まだもうこの番組でもやりましたけれども、まあ、これからますます増大していく、そのこう、まあ、人口学的に非常にボリュームの大きくなっていく高齢者に対して若年層の世論形成の力をある程度バランスを取れるような形に適正化する必要があるっていう、霞が関の側のロジックもそれに乗っかってるってことがありますよね。うん、ね、まあ、日本だけが18っていうのはやっぱり、じゃあさっきの皆さんの話に戻ると、やっぱりまだ日本では18歳は諸外国と比べてですよ、まあ、先進国の諸外国と比べて幼いとか自覚がないとかっていうことを実質的に認めたっていう、認めてるに等しいってこと、追認したことになりますよね、うん、でそれは現実にあるんですかね。つまり、まあ、家庭の問題なのか学校の問題なのか分かんないけど、やっぱり日本はまだ18は諸外国の女性に比べると社会的には非常に未熟であるっていうのが、それは間違いないですね、うん、でその理由や背景はもう社会学の中では、まあ、しこたま業績がありますけれどもね。